カレープラントは、キク麦わら菊族属に属する多年層の一種である。別名、ハーブ・オブ・グレース、エバーラスティングとも呼ばれる。南ヨーロッパ原産のハーブとして知られ、カレーのような方向がある。養鶏からカレーの香りがするため、カレープラントと呼ばれる。乾燥させた後も色や型の変化がないことから、イモーテル・エバーラスティングとも呼ばれる。 よく似た名前を持ち同様の香りを放つカレーの木は全くの別種である。南ヨーロッパの原産と言われる。南ヨーロッパから北アフリカにかけての地中海沿岸に原生。乾燥した岩場や砂地に見られる。ハーブや観葉植物として広く栽培されている。他地域に移植しても生育するが、湿潤な環境は苦手とする。麦わら菊よりさらに高温多湿に弱いが、 日本でも露地栽培が可能である。茎は低木と言えるほど頑丈な木質で高さ60センチメートル以上にまで成長することがある。茎とは葉は銀灰色の産毛に覆われている。夏に黄色い花を咲かせる。種子は微細である。ハーブの一種として知られ、カレーのような香りと強い苦味がある。花、茎、葉が利用され、香料用、食用、薬用、 干渉用、園芸用、クラフト用と様々に使われる。花、形容、乾燥品にすると虫よけ効果、防臭効果があると言われている。ありがとうございます。